江戸時代末期に誕生した伝統工芸品仙台箪笥。仙台藩の地場産業として生まれ、武士たちが刀や羽織を収める身近な家財道具として愛用されていました。欅の木目が浮かび上がる黄白塗りに豪華な鉄の飾りがつくのが特徴で、大正時代にはヨーロッパなどにも輸出されていました。仙台市本町家具の町に今年9月、仙台箪笥歴史工芸館がオープンしました。仙台箪笥の歴史、製作過程を展示しており、時代とともに装いが変わる仙台箪笥の魅力を十二分に楽しむことができます。また当時の生活や文化など豆知識を伺えるのも魅力の一つです。まず最初は長持ち歌っていうによく出てくる長持ちですね、服とかそれからお布団とかお客用の布団とかそういうのを入れてたんですね。それで使うときに母屋の方に運ぶ、昔から一竿二竿って箪笥言うんですけども、このようにですね、箪笥担いで竿で担いだんで一竿二竿っていうことになってます。こちらは車輪がついた車長持ち。火事が多かった江戸時代に持ち運びを容易にできるように作られたものです。こちらは天保時代、約170年前に製作された箪笥。このような貴重な箪笥を身近に見ることもできるんです。でこの辺からが仙台箪笥の独特の野郎箪笥って通常言っておりますけども、この一番上にですね、刀を入れたと言われてるんで、昔は箪笥っていうのは金庫みたいなもんだったんで、全部金具がこうなってるんですね。今でいうドライバーでこうこじ上げられないようにここでカバーしてる。さらにこちらでは古いものだけではないんです。仙台箪笥と現代の技術を融合させた、なんとワインセラー。こちらはシンプルな形の箪笥になっていますが、このような IC カードを箪笥の上に置くと、なんと模様が浮き出てきて自動で引き出しが開くんです。新旧の仙台箪笥が揃ったこの博物館、お客さんの反応は？なんかね、心が落ち着くっていうか、やっぱり日本の箪笥だなって今見ただけでほっとします。もう工場生産で物がいっぱい溢れてる中、本当こうやって職人の方が作って、もう何百年と使い続けられてる箪笥を見て、昔のものを大事にして使っていった方がいいんじゃないかなって、この仙台箪笥を見てなんか改めて考えさせられました。さらにこの博物館では仙台箪笥の購入も可能。そして古くなった仙台箪笥の修理の相談も応じているそうです。仙台箪笥というものを改めてこの震災含めて、結構修理も多くで、随分なんか投げられてるっていう話も聞いたんで、改めてその仙台箪笥の良さと、でこれから地元の工芸品として仙台箪笥の普及と、それから啓蒙をこう目的に、作る方もそうですし、使う方のお客さんもその広くなることが私として非常に望むんです。100年、200年と使い続けることができる仙台箪笥。今一度仙台箪笥の魅力を感じてみてはいかがですか。